今日は革のスリッパの壊れ方の例、糸切れと直し方を紹介します。キャラフェイスのスリッパこうずっと縫ってあるので糸切れどこからでも起こるんですけれど、今回はこの外側の端っこ、ここから切れてきました。で、実はこれ切れ始めたなと思ってからもう 2,3 週間ぐらいは普通に履いていて、ちょっと切れてきたからといっていきなり履けなくなるぐらいに壊れてくるっていうことは普通はないです。なのでちょっと気になってきたなと思ったら修理の相談してくださったらいいんじゃないかなと思います。はい、だいぶ履いているものなので底もだいぶ薄くなってきてはいるんですが、大丈夫かなと思うので、糸の交換だけの修理をしていこうと思います。最初に糸を抜きます。結局全体的に糸弱ってるとは思うので、この機械に全て取り替えます。ここ切れてるのでね、もうチョキチョキやりながら抜いていきます。先の方はホコリとか多いです。溜まってます。はい、取れました。糸を綺麗にしていきます。糸がほどけました。砂ついてジャリジャリしてるので固く絞った濡れ布巾というかウエスで拭いていきます。見た目はそんなに変わりませんでは溝を切るというのを次はやっていきます。底の裏面にこうちょっと溝をもともと掘っていて、ここに縫い糸を沿わせています。で、履くことで裏面全体的にすり減って、この溝自体が最初より浅くなってしまってます。で、浅いまま縫い直してもまたこう糸がそのボコッと外に溝より外に出てしまってしまうと、すぐにまた糸が切れてしまうので、この溝をできるだけ深く掘り直して、それから糸を縫っていきます。で、革自体薄くなってくるので限界はあるんですけれども、できるだけということでやっていきます。溝切りが終わりました。見えるのかな、こんな感じです。縫う前にオイルを入れておきます。縫ってしまうと濡れないところもあるので、この段階で入れようと思います。ラナパーというものを使ってます。オイルはお好みのものではいいと思うんですが、迷ったらラナパーがいいんじゃないかと思います。なんかすごいこっちの皮がよく油が入ってきますね。抜けてたみたいです。はい、では最後縫います。糸の色は再度選んでもらえます。もともと焦げ茶だったんですけど、せっかく皮が焼けてきたので目立つように今度は生成りの白い糸にしました。で、糸革を縫うときは糸の両端に針をつけて2本の針で縫っていきます。で、LL サイズ一番大きい、キャラフェイスのスリッパなので糸の長さ1本で縫いたいので2メートル超えちゃってます。はい、では縫っていきます。縫い終わりをちょっと、気にならないように端の方に押し込んでます。はい、縫い終わりました。糸切ったのは片方だけだったんですけれども、両方弱ってるだろうなと思ってこの機械に縫い直しました。はい、白い糸で縫ってます。
はい、ではキャラペースの革のスリッパの、壊れ方の例、糸切れと直し方を紹介しました。ありがとうございます。